桃地浜自動車営業所所属車両桃地浜営業所は西日本鉄道のバス営業所の一つで主に藤崎、西陣、シーサイド、桃地地区の路線を担当する。営業所表記は丸も。2002年5月に西陣営業所から現在地に移転と同時に桃地浜営業所に解消された。整備場を持たないため、 今川整備にて整備を行っていたが2010年12月の西鉄観光バス再編に伴い同整備が廃止され、あたご浜整備に変更された。福岡県福岡市沙荒区桃地浜2丁目3番33号、渡辺通り観戦専用塗色の車両を主にシーサイド、桃地地区、天神と西鉄大橋駅を都市高速経由で結ぶ路線。中川営業所と共同運行。 住民の要望により、1987年に、鴨線として、四方団地下も四つか原六本松、国体道路天神の209番として、運行を開始し、その後路線の改変を何度か経て、2009年3月23日のダイヤ改正で、現在のようなルートとなったが、鴨地区では、福岡市地下鉄、七熊線や福岡外環状道路、福岡高速五号線などが、 次々と開通していて、道路線の利用者は年々減少していた。バス事業の経営合理化を進めていた西鉄は、道路線を廃止することを2010年3月4日に発表。2011年3月31日をもって廃止されようとしていた。それに対して住民は、路線の存続を強く予防。福岡市、住民、西鉄の三社で協議した結果、 という一本の運行となっていた仕方団地、鴨駅間のみを3月31日をもって廃止し、鴨駅国立医療センター間は6月30日まで運行を継続することとなった。利用促進活動により乗客数も若干回復していたため、その後も運行は継続された。7月16日のダイヤ改正では本数を大幅にカットした上で、 金武営業所からも文字浜営業所と沢原営業所に移管され、2012年3月31日までの運行とした。ダイヤ改正後の乗客数は再び減少傾向にあり、西鉄が運賃値上げの可能性を地域に掲示し、地域は検討を承諾した。運行は9月30日まで延ばされた。3社で構成される福岡市地域公共交通会議での協議により、 東路線のみが通る現八丁目鴨駅間の運賃を2012年9月1日より値上げし、10月以降も運行を継続することになった。博多駅西新線博多駅、福岡タワーをキャナルシティ、天神経由で結ぶ系統。博多営業所と共同運行。運行経路、編集主に西陣地区と博多駅地区を六本松、城南線経由で結ぶ路線。 アタゴ浜営業所、吉塚営業所と共同運行。アタゴ浜営業所、吉塚営業所と共同運行。桃地浜営業所担当便は、基本的にスロープ付きの大型車での運行。吉塚営業所と共同運行。日原営業所、博多営業所と共同運行。シーサイド、桃地地区と天神、博多駅を都市高速経由で結ぶ路線。詳細は、 福岡シティループバス、グリーンを参照百道浜営業所は専用車両を4台保有、乗務を担当していた。2011年2月26日ダイヤ改正までは博多営業所と共同運行であったが、現在は単独運行。2014年9月28日に運行を終了した。開設から長らく日産ディーゼルが導入され、 三菱不装は大営業所からの転入で構成されていたが近年はイスズ車、日野も配備されている。全車両にバックアイカメラが搭載されている。西陣自体は枠内に西表記であった。一般路線バスの路線廃止、一部路線廃止の概要について西日本鉄道2013年1月5日閲覧西鉄バス 鴨藤崎線の運行運賃の見直しについて、福岡市、2013年1月5日閲覧、路線バス、鴨藤崎線一部区間の運賃見直しについて、西日本鉄道、2013年1月5日閲覧、2020年3月に、金竹営業所から転入した2724.2725号車には、当初なかったが、後に搭載された。 ありがとうございます。